じゃないか、君。お子だよ。今月もやってまいりました。いいのでなんかオフ感が今日は10月の みんな集まってきたかな。本当に今日寒くない？もうびっくりしちゃった。寒すぎて寒すぎて、なんかね12月のね気温らしい。もうなんか12月の気温だから、外にさ出る時にさ、どうやって何を着ようと思って、このねパーカーの下に何着たっけ、あの何て言っけ、ヒートテック、ヒートテックを着て外に出たんだけど、もう寒すぎて、あーなんでコート着てこなかったんだろうってなった。こんばんはー、めいちゃんだよ。やっほー。じゃあ5分になったら始めようと思います。5分になってみんなが集まった頃に、そうそうなの。あ、じゃあめいちゃんが9月から9月の時と比べて、何最近ハマってることを教えます。みんなにめいちゃんが最近ハマってることが、あの AKB48 さんのネモハモルモアっていう曲にめちゃめちゃハマってて、超ね、なんかあブログに書いたっけ、ブログに書いたような気もしてきた。なんかね超ハマりすぎててね、なんかねずーっとね、もうね夜中もねずっとネモハモルモアの動画見たりとかして、でね、あのレイニャンもねそれがね今大好きで、本当に2人でねライブのあの前とかにもなんかあの集合して、ちょっとみんなが集まるまでに時間がある時とかにレイニャンとね一緒にネモハモルモアの横山由依ちゃんマジでいいよねって喋ってる。こんばんは、こんばんは。みんな集まってきた、みんな。そうっていう AKB48 さんのネモハモルモアにハマってるっていう話でした。本当にねいいの、良すぎて、ちょっとね良すぎてね、もうあのレイニャンと一緒に興奮してるいつも。そう、あとは何だろう、ご飯とか何食べてる、あそうネギにハマってるの、ネギにハマってて、あの なんかねセブンイレブンにあるネギ鍋っていうのがあるんだけど、どこで関東しかないのかな、わかんないけど、なんかネギ鍋があって、それのネギにあのさらに白ネギを投入して、なんか2、3倍ぐらいにもうモリモリにして食べるのにハマっています。やっぱさ冬はネギ食べるのがいいかなって思う。わかんないけど、なんか白菜とかネギとかそういうのを食べたくなる。そうモリモリにします。こんばんは。あ、じゃあ5分になったのでそろそろオンライン知機会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。そうこんばんは。そうなんや、そうなんでございます。そうなんです。そうということでね、今回はハロウィンってことで、こんな感じのかぼちゃのやつとかコスプレをいっぱいしたの。これがね個人的お気に入り、アリスとか、アリスのうさぎちゃんのやつが、そうこれがたくさん、あの今回も注文してくださったので、こちらの方を書いていきたいと思います。よろしくお願いします。ね今回はやっぱりハロウィンってことで、あハロウィンライブ、11月の、あ10月31のハロウィンライブはねみんなでセーラームーンのコスプレをするんですけれども、やっぱ今回ハロウィン月ってことでね、ちょっとコスプレいっぱいみたいな、衣装をいっぱい選べるようにし してみました。それでは早速、いつもねデコレーションチェキの人を最後に呼んでたんだけど、ちょっと今日は最初に呼びたいと思います。前回ぐらいからかな。
デコレーションチェキ頼んでくれた人、まずしみちゃんありがとう、見てる見てるね次だいだいぽんありがとう、いつもありがとうね。そしてしんちゃん、しんちゃんもいるね、ありがとう、今回も頼んでくれてとっても嬉しいです。どっちもどっちも頼んでくれてね、ありがとう。そしてアップルボーイさんもありがとう、ピンチェキもデコチェキもどっちも頼んでくれてました、ありがとうございます。次がヒロくん、ヒロくんも毎回ありがとう。ちょっと喋ってたらさ、熱くなってきちゃった、あったかいのつけてたんだけど熱くなってきちゃった、ありがとうございます。そしててるさん、てるさんありがとう、ありがとう、よろしくですって書いてくれてありがとうね。ちょっとまだデコレーションしてないんだけど、そう、そしてアスカ、アスカありがとう、アスカに会いたいってこの前言った直樹にありがとう。次がヒロム、ヒロムありがとう、ヒロム毎回本当にたくさんありがとうね。そしてタコナツ、タコナツもありがとう、見れてるかな、あ見れてるわ、そうださっきコメント来てた、ありがとう。ね、デコレーション時期ね、今回ねちょっとハロウィンってことでなんかこんな感じの可愛いシールをいっぱい買ってきたので盛りだくさんですあれ、あ3つも買ってる、これ2個ずつにしたと思ってた、3つも買ってたこれでじゃあデコレーションしていくのでお楽しみにしていてください。今回は特別だね特別付きです。それではデコレーションチェキの方ありがとうございます、楽しみにしてますって、よろしくよろしくねって、ありがとう、頑張りますなんかね毎回ねどうやってデコレーションしようかなって考えるのがとっても楽しみなのでありがとうございます、いつもはい、ということでピンチェキの頼んでくれた人の方のサイン入れをこれからしていきたいと思います。まず早速いきましょう、早速しみちゃん、しみちゃんありがとう。しみちゃんはナースのコスプレと、よいしょ、お二つ頼んでくれたね、ピンチェキの方が、ナースと青のチャイナ服です。めっちゃかわいいありがとう、よろしくですって、最近しみちゃんがいっぱい会いに来てくれるからめいちゃんは嬉しい、とってもあんま言わない方がいいかあんま言わない方がいいか、そうね、最近ちょっとメンバーにみんなに名前を覚えてもらってるね、よかったね嫌がってるけど、そんなところもめいちゃん好きです。明日も行きます、嬉しい、やった、明日も楽しみだね。この前来てくれたのもさ品川じゃなかった、品川だったよね確か。明日はどっちだったっけ、グランドホール、インターシティホール、どっちだったっけどっちだっけ、いつもさ分かんなくなる、グランドシティ、グランドホールとインターシティホールがどっちだっけ、どっちだっけ、あれさ絶対間違える人いるよね思うけど、品川インターシティとグランドホール間違いがちだよーって人だよーって人、めいちゃんは間違えません、なぜなら人と一緒に行くからです絶対に間違えません、よいしょ。なんかね青のさチャイナをさ初めて来たんだけどさ、なんかさ自分で言うのもあれだけど思った以上にね自分似合っててね嬉しかっただから頼んでくれた人はすごくすごくハッピーになれますよきっと届いた時に、しみちゃん、しみちゃん、しみちゃん書けました、しみちゃんありがとう、これがし
しみちゃんの元に届きます。なんか赤とさ青でなんか可愛い可愛い2枚が届きます。ありがとうねしみちゃん、ありがとう。明日も楽しみにしてるね。明日は絶対、明日もしみちゃんを見つけますありがとう、楽しみだな。なんかライブをするのが楽しみなの本当に毎回。ありがとうございます、ありがとうございますってカタコナみたい、かわいい。ありがとう、こちらこそありがとうございます面白い、しみちゃん本当面白いよ本当にありがとうね。それでは続いての人に行きたいと思います。次がなおのもなおくん。なんでさなおのもなおくんにしたの、お名前なおのも、起きてるかな、起きてますか、起きてますか、なんか寝落ちしそうとか言ってたけど起きてるかな。なおのも、なおのも、あれ寝たかな。なおのも、なおのも、なおのも、あ、いた、いたいた、ドキドキ。じゃあなおのものやつ書いていきます。これだよね、うさぎアリスで癒してくだされって書いてある癒しますとも可愛いのにしたよん。じゃあ書いていきます。いやこのうさぎのさ、なんかさ私ね、白戸ってさ、あの白いうさぎって名前書くんだけれども、意外とねうさぎのコスプレってしたことなくって、あんまし、そうなんかね、うさぎのコスプレを、うさぎの耳をつけたのがすんごく久しぶりだったそう、なおのもなおくん、なおのもなおくん早く会いたいな、めいちゃんは早く会いたいな。よいしょ、あ、やばい、ちょっとサインケツアゴになっちゃったこのさチェキのさダダンみたいなとこにさなって、ちょっとケツアゴになっちゃったけど許してくださいレア、レアだと思います、おそらくなおくんって呼んだらいいの。あ、じゃあさめいちゃんはさなおくんって呼ぼうと、なおのものこといいかな、これからなおくんって呼ぶねいつもリプ送ってくれててさ、なんかさすごい近く感じてるからさ、なおくんって呼ぶ。ありがとうなおくん、なおの持って帰ったけど今日からなおくんね、ありがとう書いてくれてたか分かりやすかった、名前が、ありがとうね寝落ちしないでね、今の、今の間に寝落ちしてちゃダメだよね、今日もう眠くなっちゃうよね。でも10時ってやっぱ眠くなっちゃう時間だよね。めいちゃんもねちょっとね8時半ぐらいが結構眠かった。ご飯食べてさちょっと眠くなる時間じゃない、ありがとう、うん、今日はちなみに何食べたっけ、あ、今日ハンバーグ食べた、今日ハンバーグ食べました美味しかった。じゃあ続いての方に行きたいと思います。しんちゃん、しんちゃん見てますか。しんちゃんはピンチキがチャイナ、いや大正解大正解、チャイナ服頼んだの本当に大正解じゃあチャイナ服サインしていきます。しんちゃんありがとう、これちょっとなんかあれだ、ちょっとセクシーな感じだはーいって、 ありがとうしんちゃん、やっほー、元気元気しんちゃんめいちゃんは超元気、イエーやばいでしょ、超元気イエーは。このさ10時ってさ割と深夜だよね、深夜でもないか、深夜テンションみたいな感じになっちゃうかないや結構ねめいちゃん最近ね、昨日とかもねちょっといろいろさやることがあってさ、全然お風呂にさ疲れなくってさ、そうめっちゃ寝るの遅かったの昨日、実は寝るの遅かったけど早く起きれた今日は。なんかね10月はね
絶対に自分の中でね勝手に決めたんだけど、絶対に今月はおはようツイートを画像付きでしようと思って、それを毎日続けています。一応全毎日やってる。多分9月の最後らへんから続いてる気がするから、ちょっとめいちゃんはこれを継続できるように頑張っています今そうなの。しんちゃんは早寝早起きできそう、めっちゃめっちゃできそうっていうなんか偏見だけど、でもなんかちょっとなんかたまに夜更かししてそうっていう予想、どうですか、当たっていますか当たっていますでしょうか。全然だよって言われるかなよいしょ、かけましたしんちゃん。しんちゃん次会えるのはいつだ。最近すぐのやつわかる。いやね本当にね、寝落ちするときはねもうね一瞬で寝るもう一瞬で目閉じていく、なんかね不可抗力なんだよねもう睡魔って。ただその時に寝ちゃいけない時とかは立つっていうことを覚えました最近本当に寝ちゃいけない時は立ちましょうね寝転んだら終わるから。ありがとう、また会いに行きますねって。会いに来て、のめいちゃんから会いに行きたいんだけど会いに行くことができないから会いに来て待ってるねありがとう、かわこれ燃えてるわ、燃えてるやつだ、ありがとね楽しみにしてるよということでね、これはいっぱい今回も本当にたくさん頼んでくれてる。でもね前回よりね頼んでくれた人がねなんかちょっと少なくてね、めいちゃんはちょっとピエンだったので、次はもっとみんなに何欲しいなって思ってもらえるように頑張りますということで次がアップルボーイさん。アップルボーイ今ちょうど来たね、実はハート10個投げてくれたね、こんばんはって来てる、ありがとう。アップルボーイデコも頼んでくれてありがとう。チャイナ服かな、ピンチキアチャイナ服かな、うん、じゃじゃん、ありがとう。中国ポーズわかんないけどカンフーみたいなポーズをしてみました。それではこちらに書いていきますね。ちょうど間に合ったね、よかったよかった何してたの、仕事、お仕事してたのかい。いつもねお仕事を頑張っててとっても偉いので、しかもその疲れてるのにいつも癒してもらいに来たよってね来てくれるところが本当に可愛いいつもね話せるのが嬉しいの。なんかさいやいやこっちが元気もらってるよって言ってくれんだけどさ、なんかねこっちも元気もらってんだよね、めちゃくちゃ。そうお互いみたいな感じいつもありがとね。アップルボーイさんのね笑顔がめっちゃ好きなの、とびきりスマイルみたいな、とびきりスマイルにねなってくれてるからね、めいちゃんはねとびきりスマイルになった甲斐があるよそう嬉しいな。アップルボーイこの夏限定のサマーチュー、アップルボーイさんと話すときはいつも超笑顔ですになれます照れるで照れてて可愛いんだけどありがとう、かけました。今月も頼んでくれて本当にありがとうございます。ぜひとも来月もよろしくお願いします、ありがとう元気もらえるからね、優しい。てかなんかお芋さん入ってるね絵文字の中に、お芋食べたいな。なんかさめいちゃんセブン信者なんかわかんないけどさ、セブンの大学院さっきからセブンの話ばっかなんだけど、セブンのね冷凍の大学院もを解凍したやつがめちゃくちゃ美味しいので皆さん食べてください、ぜひぜひぜひどうぞセブンの回し物ではありません、うん、ありがとうって、こちらこそありがとう、とってもありがとうございます
ということでね、次の方に行きたいと思います。次がひろくん。ひろくんありがとう。これが今回のラインナップ、今選ぶのに今までで一番悩んだよ、そのくらいどのチェキも魅力的だったって、優しい悩んだの、たくさん今回種類出したからね、その中でもこれを選んでくれてありがとう、大切にしてくださいじゃあサインしていきます。いや本当に今回はみんなになんか選んでもらうのを楽しんでもらいたいなと思って、そうたくさんの種類にしたんだけれども、みんな迷いすぎたのかな迷いすぎちゃったかな。よいしょ。これ面白いでしょ、このね、このかぼちゃみたいなやつ買ったのなんかあれなんだけどね、なんか 100円ショップで買ったんだけど100円ショップでね、あのハロウィンのグッズがいっぱいあるの。なんかねめっちゃ可愛い、ハロウィンの色合いって可愛くない？なんか個人的に好きなのはクリスマスなんだけど、でもやっぱこういう行事のねもの、小物って可愛いなってすごい思う。ハロウィンコーナーを全然関係ないものとか見てたシールなのに、なんか犬が着る、ワンちゃんがね着る、なんかハロウィンの服みたいな仮装みたいなやつが置いてあって、それもなんか可愛いって思って見てた、絶対に使わないのにチャイナも言っとけばよかったね。なんかねこのねチャイナのやつすごくねたくさん撮ったんだけれども、そうなんかちょっとさ余っちゃったからさ、いつか別の時にもね販売しようかなとも思っておるいつかできたらそうやろうかなっていう気持ちでございますので、その時はぜひありがとうひろくん、書けました、ありがとう、ちょうどここにあるからありがとうそれでは次の方に行きたいと思います。いつもありがとうひろくんチャイナもとっても可愛いのですよね、そうそうそう、ありがとう、こちらこそだよてかみんなちゃんとアバターになっててとっても嬉しいです。このアカウントじゃ無理だと思うんだけど、ジュエルマーレの公式アカウントのショールーム毎週火曜日配信してるんですけど、そこでなんか星投げたりとかしたらもらえる、星投げたら多分もらえる、1個でも投げたらもらえるアバターなんですよ。これみんななんかこうダーって並んでる人たちコメント欄にこのね人間のアバターが可愛いんですけど、これはね公式ルームに星投げたらもらえるのでぜひ火曜日の配信でねみんなもらってください。そして次がカチャ20、カチャ20いるかーい、カチャ20、これだね、カラー衣装でございます。カチャ20、カチャ20いるかーい、ははカチャ20ははこのカラー衣装はピンクの水野ゆあさんの衣装をお借りした時のですねカチャ20いる？いますか？もしかしていらっしゃらないとかいうことがあるのかな？ピエン最後らへんに来るかな、最後らへんに来るかな来るかーい、かっちゃん20、んー何やって、そうだよ何やってて、もうとるやんかい、もうとるやんけーにーやんかっちゃん20に前回のオンラインチェキの時に20の意味を教えてねって言ったら教えてくれたから、それがさ嬉しかったんだよっていう話をしようと思ったんだけれども、いないわねあなた、もしかしているのかしら、かっちゃん20、いつもマイペースで無邪気な君を最後
かっちゃん20ありがとう。まあもし見てたとしたらありがとう。コメントがないけれどもありがとう。なんで凍えないんやねんって突っ込んでください。こういう時はこれが突っ込んでくださいね。ありがとうございます。それでは次の方に参りたいと思います。ででん、次がてるさんいますね。ありがとう。ハロウィンといえばすっかり仮装が定着した感じがしますね。今年はどんな姿になるのか。今年はセーラームーンになるよ。そう、セーラームーンになるよてるさん。ありがとう。3枚も頼んでくれてるし、ピンチキーよ。うやー。初めてじゃない、今日ロリータだ。ロリータのやつとウサギのアリスさんとこのハロウィンスペシャルのやつですね。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いやー本当にハロウィンってさ、仮装のさためのイベントみたいになってるよね。本当はさ、なんだっけ、収穫祭みたいなやつだっけ、ハロウィンってあれだよね。普通の意味とちょっと違ってきてんだよね、きっと。なんかね、高校生の時にね、ハロウィンのね仮装をね、高校3年生の時かな、なんかね、あの渋谷のハロウィンってあるじゃん、東京に。で岡山にもその文化が実はあって、あのまたちょっと違うんだけど、東京とはねやっぱちょっと規模は違うと思うんだけど、その岡山ハロウィンみたいなのがあって、岡山駅にねみんな集まるの、仮装して。なんかそれにね行ったことがあって、そこで赤ずきんちゃんやってた。なんかすごく前にねオンラインチキで赤ずきんちゃん販売したことあるんだけど、その時に着てたやつはその岡山のハロウィンしに行った時に着てたやつと同じやつなの。テルさんなら持ってるかな、ワンちゃん持ってるかな。そう、なんかその時にね多分載せてたプリクラか写真がその時のハロウィンの時のやつだったんだよね。そう、お友達とねお菓子配りに行ってた。コロナなかったからねその時はね。そうそうそう。どういうこと、マーレの秀才、どの部分がそうだったんだ今。どの部分がそうだったんだろうか。何話してたっけ今。てん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 、やん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 。あとね、高校の時のハロウィンでね、そう、なんかねお菓子とか作るのが得意な子が多くって、周りの子がね、そう、そしてねなんかね、あのそうハロウィンの日にみんなでタッパーにね、あのねもうもはやねタッパーなのみんな。なんか包装してくれるとかじゃなくって、もはやねタッパーでみんな持ってきて、クッキーとかなんかパウンドケーキとかを作って持ってきてて、めいちゃんはねスイートポテト作ったかな、スイートポテト作って持ってきたかな。そう、それでね、あのみんなでハロウィンパーティーしてた。なんかさ、あのハロウィンのなんか100均にそれこそなんかペーパーみたいな、なんかなんていうっけあれ、ペーパーナプキンとかがいっぱい売ってあって、それをねみんなで持ってきてね、JK の時にねパーティーしてたのでね。なんかね仮装でね、面白いっていうか、なぜかお家にねカエルのかぶり物があって、それを持って行ったらみんながかぶってて面白かったの。いやちょっとその時の写真あるけど絶対に見せられないんだよな。顔がもうすっぴんすぎて恥ずかしくて。てるさん書けました、ありがとう。そうでもさ、
このさアイドルになったらさ毎年ハロウィンがすごい結構ガチで楽しめるから、それがねめっちゃ楽しいその時もやってたんだけど、高校生の時とかも。でもね1回とか2回ぐらいしかしたことないから、ありがとう、こちらこそだよハロウィンならではのチキを頼んでくれてありがとう。これ今後ともよろしくお願いいたしますありがとう。トリックアトリート、お菓子を食えなきゃいたずらするぞってね、メイちゃんに言いに来てね、31日。あ、でもお菓子あげれないわ、コロナの関係で手はお菓子手渡しできないわ、悲しいけどでもその分ね、メイちゃんが愛をあげますので、ぜひぜひね、そう収束したらねやりたいなと思っているよ、メイちゃんもそう、あ、ハロウィンの本当の意味か、あー、知らない、あ、なんか煽りとかじゃないよ、なんかみんな知ってるもんだと思ってたなんかクイズしてみよう、みんなに今度。ハロウィンの意味は分かりますか？多分ユッキーは分かるだろうなユッキーは分かりそう、全職を生かしそう、確かに生かせそうだねめっちゃケーキ屋さんで働いてたから。でもさ、あんまりさ、なんかこっち来てする機会ないから、もうブランクがあるから多分作れないんだよきっとって思ってるから、最近あんまりね、前はパティシエしてましたってあんま言ってない秘密これは秘密ですはい、ということで次の方行きたいと思います。次、アスカ、アスカちゃんさっきいたな、 いるわ、タキシードサムがいるもんだってアスカありがとう。この前でもないか、おとついとかか、おとつい直樹が来て、アスカの分よろしくってね、来てくれたからね、アスカお仕事頑張ってってね言ったの。まだ受け取ってないかな、受け取れたかな。めいちゃんやっほー、めいちゃんは知っている、今日アスカがおそらくお休みであったことを、はははは、おそらくお休みだったんだろうなってツイッター見て思ったの。あ、まだもらってないのか、じゃあ楽しみにしといて。昨日の髪型めっちゃ可愛かったから、てか昨日の髪型さ、めっちゃ可愛くなかったですかみんな昨日の髪型、おもちゅにやってもらったうさくみゃヘア、めっちゃ可愛かったよ。お休みだったの、どうか偉いね、毎日頑張ってお休みもできて偉いね、それは偉すぎる、お休みするのが一番。みーちゃんも今日はね一日、あのオンラインチェキ会するまではねお休みだったからゆっくりしてました今日はゆっくりしてハンバーグ食べてたんだ、美味しかった、やっぱハンバーグは神。アスカも食べるの好きだもんね、行きたかったで、うん、ね、でも頑張ってるから、とても偉いから、めいちゃんはもうあのギュってやるギュってやるよ、ギュってやってあげるから大丈夫。まあ来れない日もね全然あると思いますが、それはもう仕方ない、そういう運命なのかもしれないからね。だから会える時にはね、いっぱいね会ってお話ししようねしようねしようね。とってもやっぱ会いに来ることってすごく労力のいることだと思うから、めいちゃんはすっごく感謝をしています。なんかさ、本当はさ会いに行きたいじゃん、こっちから会いに行きたいじゃんとか言って、あの分かんないかもしれないけれども会いに行きたいって言っても分からないかもしれないけれども、やっぱりね会いに行きたいという思いがあっても、めいちゃんから会いに行くことができないっていう、それがアイドルなので、だからみんなから会いに来てね、なんかこんなこと、あ、今日こんなこと話したいって思っても来なかったらおしゃべりできないから、そうなの、そうなの、いいよね、牛かーい牛しちゃいたい本当に。
キューしちゃいたいよ。もうね、あの代行で来てくれる直樹にもね、本当にね、あのアスカの話しかしてない。アスカちゃんのことが大好きだからね、めいちゃんは。ありがとう。なんか次会えるのはいつだろうか、早く会いたいなと思っております。ありがとうアスカ。かわいい。ありがとう。お家にめいちゃんがお家に届くからね、待っててね。このチェキはめいちゃんが行くから。行ける唯一の手段だから。31行く。セーラームーンめいちゃんじゃんその日。早く会いたい、会いたいね。あの31じゃ楽しみにしてます。ありがとう。やった、31来れるっていう人なんかいっぱいいて嬉しいな。絶対来てね31は。てか AJ の主催ライブは本当にみんな来てほしい。ピエン今職場から見てます。おお偉いじゃん。偉いよ、頑張って。職場にいることもすごいからね、本当に。どこかに行くということは大変なことです。ということで次行きたいと思います。次ひろゆき、ひろゆきお待たせ、ごめんね、長らく待たせていました。じゃじゃーん、チャイナとこれなんだっけ、ブラックコーデ、ハロウィンブラックコーデでございます。バババババババン。めいちゃん届くの楽しみにしてます。ありがとう、こちらこそありがとうだよ、本当にいつもありがとう。会いたいね。早く会いたいね。にゃ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 、ひろゆき、ひろゆき返事して、返事して。返事して。はーい、僕だよ、ひろゆきだよ、やっほー。おー、あ、なるほど。あ、ちょっとごめんなさい。独り言でございます。独り言が出ちゃいました。ひろゆき書くよ、書き始めるよ、いいかい。ひろゆきの好きなチャイナ服だよ。そう、独り言出ちゃうから。あ、そういうことか。私さ、結構ね、めいちゃんね、お家でね、一人で喋ったことね、多いの。なんかさ、なんか物落としたりしたらさ、あ、落ちたとか言ってる、一人ね。ただね、家でね、監視カメラつけたらかなり面白いと思う。絶対つけないでね。絶対つけないでください、振りではありません。独り言めっちゃ多いし、なんかね、一人でね、一人で喋ってる。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。マウスは元気な展開で、いくらの夢はそうだ。テレビ見ながらしゃべるから一人で見たくないの。なんか誰かとね、あの共有しながら見たいの。そうだからテレビ見ながらしゃべるし、なんか YouTube とかも一人で見るより誰か、あれ、そういう時はユッキーとかユズちゃんに一緒に見ようって言って見る。結果してやるって YouTube にあげる気が、いやー怖っ。え、でもさ、でも結構面白いかもしれない。結構面白いかもしれないね。でも恥ずかしいからやだ。恥ずかしいからやだ。なんかさ、あのあれ、もしさ遠征に行った時にさ、そのさ、なんていうの、なんか部屋のなんかさ、みんなでさゲームしたりするのをなんかやるのはやってみたい。みんなでゲームとかしたい、お泊まりして。なんかさ、前回の遠征のさ、名古屋の遠征、初めての遠征の時は、あの一人部屋だったのね。そうそう、一
全員人びり嫌だったから、そう、サッカーの試合はめちゃくちゃ喋るよめちゃくちゃ喋ってる、一生喋ってる。パパとね、あ、それこそパパと電話しながら見てる毎回。そうそうそう、やば、今のやば、久保やばみたいな一人で喋ってるし、決まった瞬間あーって言ってるもん一人で超叫んでる、一喜一憂してるもん、めちゃくちゃ。みんなでいつかなんかパブリックビューイングしたいショールームゲーム配信、なんかさ、ゲームって言ってもさ、あのトランプとかさ、ウノとかそういう系、そう、なんか需要あんのか分かんないけど、絶対面白いもん、絶対面白いもん、絶対面白いもんうちらゲームしたら絶対面白いよ本当にみんなおもろいじゃん。だっていや、ジュエルマーレはマジでみんな面白いと思う。そう、私ね、みんなのことさ、マジ面白すぎて大好きなんだよね絶対面白いよ確定してる。あれとかやりたい、スピードとかやりたい。私めちゃめちゃマジ顔でやってるから、いつもマジ顔でやると思う。ひろゆきありがとう、コメントなかったけど生きてるかな寝落ちしたかな、ありがとうね。ひろゆきの大好きなチャイナ服だよ、たくさん頼んだらよかったってツイッターに書いてるの見たよありがとう、今回も本当に毎回毎回ありがとうございます、ペコリありがとう。あ、これちなみにあのみんなサインしてるやつはあのまだメッセージとか書いてない状態なので、ちょっと付け足してから、もうちょっと付け足したのが送信されますので、送付配送されるので楽しみにしててください。ということで次の方に行きたいと思います。次、ひろむちゃんが3枚だね、ピンチキ3枚も頼んでくれてる、とってもありがとう。スピードやり、違う、周りのメンバーが茶化すの周りのメンバーがちょっと、や、なんていうのかな、あのあれ、ガヤで、うちらガヤ上手い人多い気がするそう、さすがに2人だけで映してたら絶対面白くない絶対面白くない。なんかさ、画面とさ、あ、違う、トランプの画面とさ、あのあれの画面を一緒に映せたらいいのにね、全体と一緒に。ひろむいるかーい、ひろむちゃん。ひろむもさ、なんかすぐね、ひろむはすぐ寝てそう、いつも偏見だけど、すぐ寝てそうだし、なんか起きるのめっちゃ眠く起きそう。なんかさ、なんていうの、冬起きれなそう、めいちゃんと同じで、ね、ガヤなら任せてくれ、マジでガヤしてうわーって言って、絶対面白いよマジで面白いと思う。何面白いかな、なんかさ、うちらのメンバーでさ、したら面白そうなゲームあるかな。あれやりたい、なんかさ、あの YouTube でさ、よく見るなんかあの高速しりとりゲームみたいなやつと、山手線ゲームみたいなやつ、ああいうやつ絶対面白いよ、みんなでやったら変な、なんか変なワードみたいなの出てきそう、世にない言葉みたいな、なんかね、なんだっけな、なんかね、 YouTuber かなんかがやってたんだよね、なんか世の中にない言葉でしりとりするみたいなやつ、めっちゃ面白かったんだよね、それが。そういうなんかわけわかんないやつやりたいそう、ガヤしてる人だけ映せば、え、それじゃあ何配信、ガヤ配信じゃんガヤ配信じゃん、めっちゃガヤだけはちょっとね、ちょっとまた違うよ、うん、今日
今日なぜねこのサマージュースしか流してないかというとね、なんかねあの Wi-Fi がねあの繋がらなくって、なぜか。そうだからねちょっと Wi-Fi 繋がらなくても流せる曲がこれしかなかったということで、これになっております。サマージュース無限ループ。ちなみにマーレの期間がもうあとライブがあとね10回ぐらいしかないから、もうねマーレとねおさらばするか、みんなマーレに会いに来てね、ジェールネージュになるのでもうすぐ。そう7月からね始まったマーレももう終わりですので、期間限定だからね。よいしょ、オッケー、落ちた。それではヒロムかけました、じゃじゃーん、パピーかけました、ありがとうヒロム、3枚も頼んでくれて。ヒロムいる？ヒロムコメントした？コメントした？めいちゃんが拾えてないだけなのかな。ありがとう、いつも見てくれてるから。どうしたんだろう、ありがとうね、楽しみにしててください、じゃん。なんかさ、見れないのかな、もしかしたら。たまにお仕事の時あるからな。この前駆け込みでマーレ見えてるからね、そう来てくれてたね、びっくりした。びっくりした、びっくりした。それでは次の方に行きたいと思います。次、あ来ました、もんちゃんのマーくん、ありがとう。それこそねさっき言ったイワモンさんの衣装をね頼んでくれました、ありがとう。今回がさオンライン時期初めてじゃない、てかあ初めましてなのか、うちの姫である。えなんかねイワモンさんのファンの方だっていうのをめいちゃんはツイッターとか見たことあったし、なんか勝手に会ったことあるかなとか思ってた。ありがとう、書きます、大切な大切なイワモンさんの衣装で、そう、 うちの姫である。でもんちゃんの大切だから衣装を聞いたと聞いたら買わなきゃいけないので申し訳ないけどお願いします。全然申し訳なくないよ、全然。はじめまして、ありがとうマー君。なんかねそのもんちゃんのマー君っていう名前がすごくね可愛いなと思って、あのめいちゃんは勝手に認知しておりました。ありがとう。20日誕生日だったので誕生日プレゼント、え、そうなの、20日ハッピーバースデーなの、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマー君、パチ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 、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。20日ってことは2日前だね、ハッピーバースデー。いいね、いいね、初めてのさチキがハッピーバースデーなの、めっちゃ嬉しい。幸せなタイミング、やっぱり出会う時ってタイミングがあるんだよ。出会う時にはねこういうタイミングは大事。タイミング。ありがとう、こちらこそありがとうだよ、とってもすごい、これを席を1枚頼んでくれるということも本当にすごいことですから、ありがとうございます。本当にめいちゃんのこと見たことはあるのかな、じゃあペンペン、よいしょ、もんちゃんの、もんちゃんのマー君ね、もんちゃんだけのマー君、もんちゃんのマー君、まあまあくん、まあくん、もんちゃんのまあくん。まあくんね。またさ今度さアンジュレさんとさ被るイベントとかもあったりするからさ、よかったらマー君だよーって来てね。あの時のマー君だよーって言って、ぜひぜひ会いに来てね、お顔が見たくなっちゃった。ありがとう、えちゃんもゆイヤモンさん本当に大好きだから一緒に語り合いましょう。ありがとう、もんちゃんのマー君、
可愛い名前だ本当に。ありがとう。またよかったらよろしくね。あ、本当？来て。待ってるね。明日明日ぜひ来て。そう、明日ねアンジュルーブさんもね同じなんだよねライブ。そうなの。え、じゃあ早速来てよ。待ってるね。待ってるやめいちゃん。いやありがとうマー君。ありがとうございました。楽しみにしててね届くの。とっても大切な衣装を着させていただきました。ありがとうございます。あ、そうそう、それでお誕生日だったね。お誕生日もおめでとうございました。直接言えるといいなと思います。ありがとう。そして続いてあとね2人だね。ちょうどいい感じに終わりそうだ。次常夏。常夏さっき見てたよね。ちーちゃんも見てたのかな。ちーちゃんも見てたのかな。今回は見れてるといいなという気持ち。でで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 んパン。ありがとう。常夏も3枚も頼んでくれてる。いつもたくさんありがとう。ナースとねポリスとね。ポリスね今回あんまりね頼んでる人ね少なかったからねめちゃレアな感じがします。じゃじゃん。カラー衣装とこのナースとポリス書いていきたいと思います。常夏に最近常夏になんかキンキンで会ってない。あったけど。あったけどなんかあれでライブのさあれであんま会ってない記憶がある。ピン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 。え、そう、これお気に入りなの。これお気に入りなの。とってもお気に入りなの。お気に入りだよ。だからね、常夏に会いたいめいちゃんは間に合ってるのは奇跡やんって。なんでなんでなんで？何？何やってたの今？何してたの？仕事？お仕事してたの？22時に退勤しました。さっきじゃん。お疲れ様。お疲れ様だよ。今日、いや、偉い偉い。本当に偉い。今日はめいちゃんお休みだったから働いてる人も本当に全員尊敬。全員尊敬する。すごいね。10時に退勤して今めいちゃんの配信を見てくれて奇跡やこれは。奇跡やね。奇跡は間に合わないだろうでね、間に合っちゃったね。間に合っただろう。あ、ちょっと画面が消えちゃった。奇跡は間に合うだろう。愛しさはいつだって勝ちなものさ。奇跡は間に合わないでちゃった。AKB さんのオタクが出ちゃった。失礼しました。そっか、お疲れ様。よいしょ。もうね、今日もって頑張りましたっていうことで。常夏にはめいちゃんのチューをあげましょう。チュー。チューをあげます。すごい。よいしょ。夏みかん。あ、なんか夏みかんって書いちゃった。なんか夏みかんって書いちゃった。わかんない。理由はないけど夏みかんって書いちゃいました。なんかわかんないけど。夏は許してくれると思います。おそらく。めいちゃんも夏のことを夏かって呼びたい。夏かって呼びたいけど恥ずかしいから呼べない。どうしよう。次会った時に夏かって呼んだらそういうことだと思ってください。そういうことだと思ってください。まっつーん。よし。
パン。ありがとう夏。今日も一日お疲れ様だよ。えらい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 、頑張って頑張って頑張って、えらい。きれい。呼び捨てはちょっと、呼び捨ては照れますのでやめてください。可愛すぎるエピソードやで、ちょっと本名突然ちょっとあってなっちゃう。ありがとう、今日も今日とてありがとうございます。もうちーちゃんもな、仲良しで2人、めいちゃんも入りたいよ、そこにめいちゃんも入れてよ。ありがとう、本当にお疲れ様、一日めめ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 め。うん、こちらこそありがとうで、ありがとう、えらいね、頑張ってえらい、頑張ってえらい、うん。そしてじゃあ最後、次最後、ちょっともう57分とかなので最後の人に行きたいと思います。最後、若ティーン、若ティーン、お待たせ、すごく待たせまして、すごくお待たせしまして、申し訳ございません、最後です。わかてぃん、ありがとう。この前もとってもありがとうね。あの、なんだっけ、木曜会か、木曜会の時かな、はいって、ありがとう。あとね、ツイッターにあのメイミオメイミオメイミオみたいなのしてたのがね、すごくね、あの嬉しかった。めっちゃメイ、あれメイミオめっちゃ好きじゃんと思って嬉しかった。夢と希望のつくだった、あー、あー、お団子が一番好きだもんね。嬉しい、お団子、お団子がさ好きっていう人さ、今までさファンの人の、めいちゃんに来てくれる人の中にね、あんまいなくって、そうそうそう、なんかさポニーテールが好きとかツインテールが好きとかは結構ね聞くんだけど、お団子が好きっていう人あんまりね来たことなかったかね。おーって思った。嬉しかった。うん、嬉しいな。じゃあまたお団子の時あったらね、ワカティンが来た時だといいね。なんか木曜公演とかでね、あの髪型好評だから結構やろうかなって思ってて、そうそう、だから木曜公演のなんか特別な時とかあったらワンチャンあるかもしれない。うん、木曜公演ね、いろんな髪型をしようかなと思っておるので、普段はツインテールやってるけれども、そうそう、めいちゃんがワカティの好きな髪型を知れてよかった日ですね。ありがとう。これはあの私服だけれども、ちょっと特別な感じで帽子とあのかぼちゃを持って撮っております。ありがとうね、ワカティ、また次会える日はいつだろうか、明日じゃないか、今週末は会えるのかな、わからないけれども、ありがとう、次会える日を楽しみにしております。ありがとう、イエイ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 。届くの楽しみですね。ありがとう、めいちゃんもあのたくさんメッセージとかもね書いて届けるので、待っててね、おうちにめいちゃんがめいみよめいみよしてね、また。ありがとう。ということで、すごくちょうどいい時間になりましたので、こんな時間までね、またあれ見てくださって本当にありがとうございました。遅くになってしまった人ね、ごめんなさい、寝ちゃった方もいたかもしれないね。24日また会いに行くねて、ありがとう、楽しみにしてる。あの24日は TIFF の感謝イベントと、夜にも対バンライブに出演します。で明日が品川グラン、あ、品川どっちだっけ、忘れちゃった。品川でちょっと後でねツイートもしますけれども、品川でライブがあるので、ぜひ皆さん見に来てください。待ってます。もう最近ちょっとライブに会いに来てくれるめいちゃんのファンの方がちょっと前よりもなんか少ないかなって、ちょっと寂しく思ってる日がたまにあるので、よかったら会いに来てくれると嬉しいです。来てくれたらめちゃくちゃもっともっと頑張れるので、ぜひよろしくお願いします。マーレもね残り短いので、明日は熱々系のライブになってるので、めいちゃんは汗びしょびしょだと思います。よろしくお願いします。
そいだらこの後は11時15分からチェキチェしますので、あのまだ起きてる方でお話ししたいなって方は5枠だけ来てください。待っております。楽しい時間ありがとう。こちらこそお疲れ様でした。おやすみで、お疲れ様お疲れ様お疲れ様でした。配信とさんお疲れ様でした。一日お疲れ様でした。お疲れ様お疲れ様、ありがとうみんな。おとつ、それでは今日のお話し機会終わりたいと思います。よかったら来月もよろしくお願いします。お疲れちゃん、ありがとうみんな大好き。おやすみー。